サクラメントはアメリカ海軍の補給艦。サクラメント級高速戦闘支援艦の一番艦。艦名はカリフォルニア州州とサクラメント及びサクラメント側にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目である。サクラメントは給油艦、弾薬補給艦、戦闘級カテ艦といった3種の補助艦艇の機能を統合した艦として建造された。 アーレーバーク提督は第二次世界大戦中に経験した補給上の問題から単一補給艦システムを考案する。従来の補給艦艇の速度、航続距離、搭載能力では作戦行動中の艦隊に対して悪天候下及び戦術上の要求に基づいた供給を行うことができなかった。これらの問題を解決するため高速戦闘支援艦が設計された。 サクラメントは1961年6月30日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で寄港する。1963年9月14日にエドマンド・ブラン夫人によって命名浸水する。サクラメントは1964年3月15日に収益した。海軍時間ポール・ビー・フェイ・ジュニアは収益式に集まった群衆に向かい、 今日私がここで感じる最も大きな喜びはそうです。海軍史上最もユニークな能力を備えた艦の収益に参加できることにあります。と述べた。彼はサクラメントは護衛駆逐艦と同じ速度で行動できることで高速空母機動部隊に未知の行動柔軟性を与えることができるだろう。と付け加えた。サクラメントはベトナム戦争中トンキン湾で 作戦従事した。その運搬した物資の種類から、浮かぶスーパーマーケットと呼ばれた。サクラメントの建造時の武装は50口径3インチ砲3機であった。前方に設置された2機は1976年に、マーク29ナトーシースパローと完装された。また、後部のマウント2機は1981年に、マーク15ファランクス CIWS と完装された。 1995年には MK-23 タスが設置された。1977年には従来の減速補給法に代わって高速自動車トル、トランスファー積みに取り扱いシステムが導入された。サクラメントは西海岸における造船の基準とみなされている。姉妹館のシアトル、デトロイトと共にサクラメントは2005年時点で 西海岸で建造された最大の艦艇である。航空母艦及びアイオワ級戦艦だけがサクラメントよりも大きな艦艇であった。艦の手記は、建造が中止されたアイオワ級戦艦の6番艦ケンタッキーのものが転用された。重量は19.25トン、7メートルのシャフト2本でスクリューを回転させ、時空馬力は10万 HP。 アメリカ海軍官邸中最大のものであった、サクラメントは2004年10月1日に退役した。ありがとうございます。